年末年始のパソコンの処分などはリサイクルループへお願いします。焼酎に見えるよね我々、そうですね、我々はね第2弾で、うん、それ何ですか、その吉田広沢さん、これ栃木、今日は栃木に来たっていう学校ですよね、小山、小山高校、うん、もう始まったのかい、始まってんですかね、始まったのご無沙汰です、ご無沙汰、本当1年ぶりだね、そうですよね、うん、いやだいぶ評判いいですもん、広沢さんの、本当にやばいですよ、本当、いやみんな見たって言ってくれてだから今日はね、あの金田茨城の広沢で来たので今日は栃木の広沢でねこれさ、今年あの2022年、はい、あの栃木国体でやりました、ね、そうあったんすか、うん、で栃木国体で聖火ランナーして、はい、やったんすね、やったあの綺麗になったあの競技場で、はい、ちょっと天皇陛下さんが様が来られて俺ら聖火ランナーで、あの陛下にこう味にして、で見つけて、あ、最後の大事なとこだったんですか、最後の大事なとこ1個前、あ1個前ね、これだわ、1個前で、あとなんかバーって走ってった誰かして、生活系だから、それ1個前、一応ね、やってきたからね、今日は栃木の広沢さんですね、あの茨城の大使もしてるし、そうなんですね、あと茨城県の結城市、ああ結城の、結城の紬大使もしてんだよでも栃木の大使もしてるけど栃木小山市の観光大使もなのでね、何ですかね、時には茨城人になったり栃木人になる、今日は栃木人で来ました、栃木自慢に来ました、途中で、うん、オンラっていうの僕らしか分かんないですよね、あオンラはよって、オンラね、俺らはオンラね、そうこの間栃木のゴルフ場行ったら怖いから、こっち行ったら怖いからって怖いっていうのはこういうみたいだってみんな説明してない、何人かで行ったからゴルフ疲れたんだよってことなのに、そう怖いっていうとですね、うん、熊でも出てきんのかってなっちゃうもんね、うん、まあ栃木はもっと2個の上に行かないと熊もいないけど、茨城熊出んのかな、いや大子だって出たと聞いたことないですけど、出るんですかね、大子あたりじゃないですか、出るとしても、この間の、うん、おふくろ連れて箱根行ったんですよ、うん、そしたらこれあの大箱根分かりますゴルフ場、あの大箱根行く途中、大箱根行って右に降りていくの、左にこう草原とか山があるんですよね、うんうん、でこの山なんだ、俺の弟分も一緒に朝散歩してて、これあれかって、これ熊でも一平なんて、うん、茨城なんですよ、うん、インドネカかしこれっつったら、うん、いや兄貴熊はいないんじゃないですか箱根ねっつって、うん、したら看板出てました、熊に注意、あ馬と会ったら静かに立ち去るとか無理ですよね、いいだね、ああまだちっちゃいから勝負になるけど、おっきいのはちょっと勝負にならないもんね、あの新神戸のとこ、うん、イノシシ流れもちっちゃいの勝負になる、意外の怖いですよ、でかいのは無理だわでかいのはね、勝負になるんですよ ね、ちょっと締めて食べちゃうけどな、我々な食べちゃうけど、でかいのはちょっとやられちゃう、ね、危ないですよね、危ないね、でもその栃木なんで小山高校行っただけですよね、でね、小山高校の時に、親が小山市に引っ越したのね、あ1年生の時に、そうなんですか、うちの親父不動産してて、あなので、小山高校時代は小山在住なんで、だから大学の時も住民票移動したとかな、でも小山にいたのでそういうことだね、前の小山市長さんがですね、すごい野球好きで、はい、8月何日だったっけな、小山野球の町宣言してさ、はい、前の市長さんが、もう桑田とかも来たのかな、そうなんだよ、野球好きで、ね、まあその市長選挙負けちゃったんだけど、まあその時はねその時はね やってくれたやったんだ、うん、僕も茨城大使だと思って、はい、ちょっと自慢してたんですよ、うん、俺茨城大使なんだよなんて、マロニエ大使かな茨城の大使だよ俺、そうっすよね、大使で、そのさあ、その調べても、うん、僕の名前出てこないんですよ、らおかしいな、なんだっぽ茨城大使だよなんて、いやでも何も出てこないでしょうよってか、出てきねえっつったって茨城大使だよって言ってたら出てきないんですよ、らで、うん、スポーツ選手と広沢さん出てくるじゃないですか、うん、おかしいなって、檜山さん推奨の先輩で明治行った檜山さん、ああ悪いやつまあ悪いですよね、あのなんだそう、大悟じゃない、それこそあの大宮、常陸大宮、あの辺りであの番長ですよ、あのやなんだ
車屋さんと。車屋やってる悪いやつ。悪いやつ。顔もちょっといかついですからね、檜山さんは。今社長ですからもう、バッチリ。で、その檜山さん、あの、悪いやつで話も忘れちゃったんだって。悪いやつ、あいつ悪いぞ、やっぱり水戸翔丸出しだ。あれ今あのお母さんの名前と菊池になってるんだっけ。そう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 、檜山さんか菊池さんになったんですけど、何の話か忘れちゃった。何でしたっけね、話すんだ。檜山さん、檜山さんが何かあったんです。違う、何か明治の話だったかな、忘れちゃったです。あっ、それで檜山さんが、うんうん、今の県知事、あの茨城の、うんのことを応援して、同級生なんですよ、今の茨城県知事と、うん、檜山さんですよ、菊池さん電話して、うん、いや先輩、僕茨城大使なんか名前なくなっちゃってるんですけど、なんだそれはもう入ってたんだねえのかなんて、うん、檜山、あの菊池さんに、うん、で待ってろなんて、知事聞いてみっかななんて聞いてくれたら、うん、あの郵政殴って途中退団した時に、うん、辞退しますって僕が、あ言ったんだ、あのご迷惑かけからって下がったんだって、どうすんだっつうから、いやなんなら乗っけてもらってもいいんじゃないですかっつって、乗っかったから来年ぐらいからじゃないですか、もう一回。あ、じゃあ同じだ、茨城大使、茨城大使、俺は栃木大使と。すごいですよね、2県。あとあの原発の事故の村で楢葉町ってあるんだけど、楢葉町のあのアンバサダーもしてるんだあそこで復興のためにね活動してるの。前も聞いたんですけど、広沢さん、うん、野球をそのなんか、うん、国のやってたかないって教えたり、何ですかその今の復興とか、あんまり縁もないとこですもんね。たまたまあのポニーっていう野球団体が、はい、ポニーリーグってやつですね。あそこの役員をしてるので、で去年2022年に東北にあのポニーがなかったんだけども、はい、ポニーリーグの東北が立ち上がった時に、はい、でどっかで試合しましょうと、東北のどっかで、ね、はい、あの記念大会しようって言った時に、その東北の連盟長が、まあ仙台にいいんだけど、連盟長がいろんなとこ回ってた時に、はい、その原発の八ヶ町村かね、あの原発で事故のやったところの野球場がもう草でボーボーで、はい、まあ、子供たちみんな避難してるわけだよね。そりゃそうですよね。でまあだいぶ戻ってきたんだけども、じゃあここでそのポニーの子たちに草むしりをして、グラウンド整備をして、野球するできるような整地して、ここで野球やりましょうって、その連盟長が言い出して、はい、じゃあ行こうっつって、みんなで行ったの。あららら。その時にそのそこの町長さんと、松本さんから、仲良くなって、じゃあこの復興のために長谷川のなんか手助けして、手助けできないんだけどやってくれってことでアンバサダーしてる。はあ。2023年もあそこで大会やるんだ、あの奈良 のこっちの奈良畑とか、はあ、田村だとか、双葉の一部、双葉はできるかどうか分かんないけど、あの辺りで野球大会を。それは福島ですもんね、福島の海岸線沿い。海岸線沿いですか。あの、うん、僕がまだ楽天にいた時に、うん、ちょうど水戸の友部のシドヒルズっていう、まあ、らら、うん、あそこでコンペ自分のやったんで、うん、仙台から車で行ったんですよ、うん、水戸まで、うん、したらあの常磐道も一車線で交通ことがあるんですね、あれ、うんうん、福島あたりは。したら通行止め解除になったんですけど、うん、窓を開けないでくださいとか、うん、すごい状態でしたね、相馬とか、うん、あそのところはね、今もう全然だいぶ良くなって、まあやるんだそこでね、みんな集めて、はい、アジア大会やれれば一番いいんだけど、その国際大会になると国際のマスコミが来て、もうこんなに良くなってますよっていうのを海外にもアピールできるんだ。確かに、うん、まだ被害、風評被害もいっぱいあるんでしょうね。いっぱいあるんで、だからよくその政治、どっかの国はあのまだ福島の食べ物をあのいや輸入禁止してる国もあるんで、そういうところのチーム呼んで壊しちゃおうかな。ねえ、そらみんなピンピン我々してるのにですね。そう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 、食べてもらって、食べていただいて、そうですね、安全なんですよっていうのね。安全ですもんね、うん、それを来年、まあ2023年に大会開いてね。あ、うん、広沢さんのその、僕は広沢さんがおっかないのは知らないんですよ、怒られたこともないし、うん、俺はあの怒んないもん。いや、ところが俺はこう怒らないよ。この間、うん、武田さんに会ったんですよ、武田どっちの、あ、武田の方ね、あの武士の武の田んぼの田、
武田っていうとさ、筑前の武田もいる。ああ、それは同級生ですよね。武田、はい、そう、とか、その、うん、まあまあ、まあ、名前言えないけど、阪神の梅さんとか、ああ平塚さん。同期だからな、あいつら。あとか、うん、その明治で、どうにもなんない先輩は、あの、人とかもぶっちぎって出てくるんですよね。どうしてだ、あいつらね、作り話、あれさ、おとぎ増資かってやつだ、あいつら作り話ばっかりするんだ、あいつさ、俺の名誉毀損で訴えた。あいつらもう、あるとこないとこ行って、はい、笑い取って、あ、そうですか。そうなんだよ。もう、広沢さんにかかったら、うん、死者が何人も出たぐらいの。なわけないだろ。もう仏の広沢ですよ。でもその意見は正直一人も出てこないんですよ。それは、ね、明治関係者が。間違ってると思う。なんか下手したら島岡さんより上だぐらいの。あの人と上だったら大変なことになっちゃうけど。でも彼らは4年の1年だかな。はい、あ。で、さっき出てきたあの、北朝鮮の悪いやつは2年4年だな。2年4年ですね。あで、福岡がいい。あの、福岡さん。3年4年。一つ下かな。あで、上は黒はいないけど、2つ上に石井さん。あの、あ、広さん。で、3つ上に平田勝雄さんかな。ああ、そうですね、うん。その中でもだから、平津さんが怖いとかも聞いたこともないし、うん、平塚さん、平塚さんちょっと振ってんが分かんないですよ。ちょっとどこで起こるか分かんないところなんですけど。でも怒んないです、僕らの前じゃ。で 難しい人間だって言ってたよ、平塚、武田は。武田だから、武田。武田さんって、あの、そのね、うん、ハムの武田さんです、日本ハム。そうあの人、今でも態度悪いですよ、本当。和弘。この間。あいつはね、おい、怖いこら、なんて、もう56も7もなんだ、おい、こらはないでしょ。あ、年下なの僕の前。僕の1個下なんです。あいつはね、そういうまだもう一回明治大学1年間やり直さなきゃいけないんだ。武田は、武田とあの平塚は1年間もう一回さ、社会人としてね、なってないところ欠けてる部分があるからな。欠如してる、うん、だって広沢さんの時は半端じゃなかったって言ってました。明治なんで入ったんだってなったんですもんね。1年2年ね。だからこういうことを年下に我々の後輩にするってことで、俺の年でやめようってやめたのに。そんな話になったね。すごかったみたいっていう話ですよ。でも、いまだに思うんだけども、まあそれもまあ昭和のいいところで、はい、ただ、じゃあもう一回行くかっていうと、ちょっと考えちゃうな。で当時さ、今振り返ると、絶対当時行っちゃいけない大学って3つあって、はい、まあ、もちろん明治大学な。そうなんですね。あとアジア、駒沢、この3つは、絶対もしあの当時ね、誰かに、まあ、タイムスリップかなんかした時に、はい、アドバイスを求められたら、この3つだけ言っちゃダメだっていう。行っていい大学より行っちゃいけない方がいいんだ。あとはね、分からんって言って。アジアも駒沢もひどかったもんね。この間、ちょうどその武田さんがいて、うん、まあ、平塚さんいなかったですけど、その話になって、で健次郎がいたんです、野村が。うん、あの明治大学の寮で始まって以来、あの野村健次郎が呼ばれて寮で飲んだらしいんですよ。明治に、明治大学駒沢なのに、うん、そしたらあの平塚さんのあだ名かなんかがなんかあったみたいで、うん、それを言えって武田さんに言われて言ったら、平塚さんがブチ切れて飛んできたし、誰だって言ってということありえないんですね、駒沢の選手が。いや、あの駒沢の選手と仲が悪いとかいいとかじゃなくて、接点がないから、私ね、仲悪いのは監督同士で。でも太田誠さんって、まあ僕ら、私が全日本の代表3年生の代表の時には監督、太田さんですね。まあまあ切符のいい人だよ。あ、僕もあの中津さん、そうそう、中津さんの方しね、すごい人で、まあ怖いらしいんだけど、全日本の監督だ、そんな怖くないわけじゃない。で島岡さんの年下なんで、あの島岡監督の前で来るとやっぱりこう年下なんで、はい、それなりの態度は取るんだけども、クッて帰った時に、絶対に島岡には負けないみたいなね。あの、はい、でアジアは内田さんかな。で監督に矢野、あ、総監督が矢野さんって人って、はい、監督はまだ内田さんがなったばかりかな、はい、もうやっぱりこれもね、あの矢野っていう総監督が、はい、これが怖くて。やばそうっすね。だって、あの明治の試合の時にアジア大学が
まあどっちもどっちが負けても悲惨なんだけど、とんでもない監督としてこのトライ、まだトライアングルがあってさ、どこが負けても大変なんだけどさ、アジアかわいそうにサヨナラエラーで負けたの、はい、引き上げて終わり。それ練習試合じゃなくてですか？あ、もうこわ、まあ、練習試合だよ。練習試合なの？練習試合だかったらもう大変だよ。で、こっちの一塁側の明治の方はさ、明治のグラウンドだったから、島子さんなんかもう上空にそしたら三塁側の、まあ、内田さんを囲んでガーって、まあ、エンジン組んで、はい、まあ、ガーって言われてるわけじゃん前。したらその後ろから矢野総監督が出てきてエラーしたやつバカだってさ、すごいなってなってアジア明治の広沢さんから見てもああ、いやすごかったですか。ああ、いや明治の方がまだマシかな、うん、やばいっすね。だからまあアジアだとか駒沢とやるときは、はい、もう朝雨降って、まあ、夜ぐらいまで雨降って朝から晴れちゃうときあれじゃない。あとはもう夜中にもう下級生にもう水まとってバンバンまで無事だ夜中がグワーってもうビジョビジョの人いて、もう朝おたい、まあ、監督のと温帯っていうか島田さんのおたい、グランドがコンディションがビジョビジョでできませんっつってほらほら、じゃあ今日はやめとこうかってこの大学はね、すごいっすね、うん、まあ今はもうこの3つともまともまともって普通のね時代があるからあれですけど、昭和時代は昭和だね。だって僕明治、水戸省って明治みたいなユニフォームだし、うん、なんかずっと繋がってないんだと思うんですけど、まあ、水戸が明治が水戸になっただけなんですよ。全部同じなんですよ、ユニフォームが、うん、あ紫っぽいんだ。あ、で襟付きで、でその今菊池さんですけど、オフ行きやったら僕は高校の時ですよ、あの人1年3年なんで、うん、平本って明治だけが金だねって、どうにもなんだよってお前が言うなってお前が言うって、だってお前が言うなっていうやつほどそういういろんなこと言ってるよな、その菊池、平塚、武田、お前が言うなってそうですか。でもあれ水戸省って東紀志郎さん、東紀志郎さんです。早稲田じゃないの？早稲田じゃないんですよ、でも行くのは。そうなの？明治なんですよ。だから菊池さんもそうでしたし、なんか明治は行けるって聞いてたんですよね。豊田さんは？まあ高校から西鉄なんで。ああ、高校からや、はあ、なんだ。だから明治、プロ行けなかったら明治は行けるっていうようなことは言われてたんですよ。でもその話をしたら、菊池さんがその、明治だけは気になるって。キャッチボール用意した後で 100m なんか投げさせられるなんか誰が投げれんだなんて、そんな話は聞いたことないけどね。ないんですね。ないんだ、作り話おとぎ通しで、あいつは夜中の2時に本体が起きて、うん、ランニングだって言って、あれはあの負けた時ね。あ、負けた時やっぱあったのあったんですか。ある2時、そうだね、あの特に早稲田と慶応に負けると怖くてもうだいたい帰ってできてずっと練習して10時ぐらいで終わるわけで、夜のね。ナイターはあるんですね、残念ながら。いや、室内練習じゃん。もう鳥小屋みたいなちっちゃいところでやらされてさ、10時でさ、終わりって言った瞬間にもう全部ダーって全部電気消さないと、てめえ電気なんかつきやがってって怒られるからさ、パーって切ってるわけだよ。で、もう寝ろって言って、もう下級生ももう何もせずにいいから寝ろって言って、切って。だからその2時ぐらいにさ、って泣いてる声泣いて、うわぁ始まったと思って、そしたらもうバラバラって電気ついて、おひゃーって言われて、それグラウンド出されて、まずはグラウンドの神様に謝って、グラウンドの神様はこんなに謝れって言われるんですか。そう、早稲田に負けてすいませんでしたって謝ってからスタートだよ。泣いてんですか、島岡監督は。もう悔しくて悔しくて、で、まあ、ずっと暗い時って一回正座してたことがあって、うん、もうみんなが全員が、はい、1年か4年までですか。そうそう、寮生ね、ザーッと正座しててさ、まあ当時昭和の頃って悪いことすると正座させられたじゃん、まあ、普通でしたもんね。でも土の上で正座ってさ、すごい辛いんだよ。ああ、でこう、まあどん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 4時とか、当時だと春だとまあ5時ぐらいに明るくなって、薄明るくなるから、朝まで朝まで、そうするとさ、マウンドの一番上にさ、誰か正座してる。うわーっと思うじゃん。こっちなんか足なんかもう何にも感覚もなくなってるんですよ。刺されたって分かんないですね。分かんない。そしたら島岡本体ですよ。ええー。
マウンドの一番上で自分正座してるんでしょ、で島尾監督がグラウンドの神様すいませんでしたって監督がもう額つけて謝るんだよ。でこっちもさグラウンドの神様すいませんでしたってなってそっから練習だよ。これってなとんでもないとこ来たと思うだろこれ田舎からさ18歳で出てきたよね、茨城生まれの栃木育ちだよこんな人なんで来たんだろう俺って思うよな1年生の時だよ。なんかそういう厳しさって広沢さん柔道やってたじゃないですか、それ格闘家なんかそういう雰囲気もあるけどそんな問題そんな問題じゃない。そういう厳しさってメンタル的な厳しさってないじゃないあんまり。ないんですよ、まあ、肉体的な厳しさはいっぱいあると思うどんなどっかの高校大学もやっぱり肉体的な厳しさっていっぱいあったと思うね当時ね、それだって水飲んじゃいけないとかさ ありましたね。俺らの高校時代で休みって正月の3日2日か3日しかなかったよね。ね、なかったでしたよね。普通だったでしょ、もう朝から晩まで走らされてて肉体的なそのなんかそういうのあったけどメンタル的にやっていけないと思ってメンタルがそうですね、広沢さんが、もう60ですか、一番その病んだりとか怖かった人は島岡監督ですか、その人生で。人生で島岡監督以上の人いないよいないですか。もう3月にはあの入寮、まあ寮に入ってたので、普通の感覚で1年が1週間だったよ。1週間で1年ぐらい経ったよなと、まだ1週間しかそういう経験したことないだろ。ない一生懸命頑張っても頑張っても全然日が経たない。そういう経験ない。あ、ちょっと最近やったのは、あの、まあ、年も55になって、もう6年間ノーホーンと暮らしたんで、まあ、ジャイアンツのコーチで春キャンプ宮崎行ったら、まあ、1日練習するわけじゃないですか、読売ランドは午後から2軍に渡すからもう早く終わるんですよ、いやね、そんなひどいことはなんないですけど、いやもう怖くてもう動けなくなっちゃって、最後はもう突っ放しになって着替えんのもできなくなっちゃって、シャワーも浴びれないわけですよ。今日11月1日に行ったんですけど、何日だっぺと思ったら11月4日かよってのありました。もうくたくたで1ヶ月ぐらいキャンプやった気で、だそれ、それでもそう思うわけですもんね。それがもう1年やったつもりが、まあ1週間が1年ぐらいだったの。進まない、時計が進まないんだよ全然。俺もうこれ無理だと思ったんだけど、でも周りの1年生はもうみんないるから一人はできないけど、やっぱり団体行動してるとできちゃうんだな。じゃあその平田さんは怖かったんですか、あの平田さんは、あの1年4年ですか、マッチポンプっていう言葉知らない？知らないです。聞いたことありますけど分かんないです。あのまあ火つけるんだよあの人直接手を下すわけじゃなくて、はい、まあ1年4年の、まあ、キャプテンだった。あ、平田さんはまあ、1、2年生を管轄する学生コーチがいるのね、はい、これあのまあ何て言ったっけな、当時名前何て言ったっけな、なんとかコーチ、まあ、学生コーチいるわけだ、はい、でこの人たちが1、2年生を管理してる。なるほど。でこの人たちがまあこうやるわけだよ。なるほど。しっかりしろこらって、そうそう。でそれが終わると今度2年生の週があって、1年生が2年生にやられるってこう二段にやられるね1年生ってでたまにこの学生コーチ何人いんだっけかな、まあ 3,4 人いるわけだ、はい、3年生にも2人、4年生にも2人ぐらいいるわけだそんなにいるんだよ。もうこれ好きなのが当時で大体でも肌で感じるわけだよ、今日はやべえなとかさ、今日はもしかしたら大丈夫かもしれない、今日は天国って安泰の日かもしれない。大体安泰の日に、あ、今日は何もなさそうだなっていう日にちょこちょこって平田さんが来て、なんか火つけてくるんで、こんなんでいいのか、これなんだ君はこれって名前わからない1年生に、君はなんだそのユニフォームの仕方、君は名前もわかんないそうそう、名前もわかんないやつに、なんだこら君はなんだ、これでいいのか学生コーチとか言ってじゃあ俺は上に上がるからって言って上がっちゃう。そうすると嵐になるわけだよ。この人悪い人だなと思って、最低ですね、最低。俺あの最初入寮した時、あのまだ18歳、19歳になる年か、はい、平さんの部屋後でさ、はい、平さんは一人部屋なんだけど、はい、平さんを朝5時に起こして、はい、平さんはその朝5時に起きたらそのまま監督室行くっていう、はい、5時起こ、それも
朝5時にヤクルトを2本買っていかなくちゃいけない。平瀬さん、長崎出身で、はい、長崎、その当時あのヤクルトのオーナーは長崎出身、はい、ヤクルト、長崎の人はヤクルト飲むんだなと思ってたんだけど、日本持ってって、帰って持ってかかった、俺一日だけ遅刻したことあるんだよ、遅刻っていうか、はい、寝坊しちゃったことあるんだよ、はい、まあその時はチクられて、もうやられたなぁ。平瀬さん寝坊したの言っちゃったけど、みんなにみんなにあいつだから、自分も監督に怒られてるからさ、俺も怒られて、それもう18の子だけよ、もう昨日のことに覚えてる。パッと目覚めたらさ、5時半だよ、5時半、うわーってなって、あるよね、もう一気に、なんていうの、もう終わったって感じですもんね。そうそう、アドレナリンがブワーって出てさ、もう量 100m 10秒きちぐらいで走ってて、いや、そう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 って、もう真っ青だね。そうでしょうね。ああ、そこで収まんなかったんですね、平瀬さん。収まんなかった。でもまあ、今思えば、まあ、優しい先輩だったことは先輩、ね、あ、そうですか、うん、平瀬さん、面白いのは、平瀬さんは、まあ、二軍監督同士になって、交流戦もやったりとかして、まあ、いろんなアドバイスもしてくれたり、うん、聞いてくれたりしてるんですけど、その、まあ、例えば守備、まあ、基本守備の人だったじゃないですか。どういう気持ちでその選手の時モチベーションあったんですか。そりゃもうあれやで、一球もな飛んでこいって思ったことないわ。チャンスはピンチャーって言ってました。あの通りで、その通りのままの4年生だった。その通りの4年生で。チャンスもらってあかんねん。でもさ、ピンチャー。俺ももう明治の4年間やったんで、飛んでこいって思う時ないけど俺も。ないんです。そういう教育されちゃった。何しろ飛んでくんなしか祈ってないよね。飛んでくんなら優しい頃。そうじゃないのみんな。いや、え、違う？だいたい昭和時代にあのプロ野球選手になった人はそう思ってんじゃないの。確かに。中畑さんも聞いたら、うん、やっぱりせっかちょーっていうぐらいだから、いつでも来いと思ったんですけど、お前現役中俺は一回たりとも飛んでこいと思ったことはないっつってます。あの能的じゃなくて自由な中畑さんでそう思うんだからさ、飛んでこいだっていつも思う。マイナス要素がすんごく頭に入っちゃう俺らはもう余計だよね。それだって負けたらエラーして負けたらめった打ちなんですもんね、その大学時代から一人ね、一つ上の先輩でもう東京のある社会人野球には決まってた、もう決 まあ夏ぐらいには大体就職決まるじゃん。で秋のリーグ戦、もう大事なところの優勝かかった試合に、はい、その人がさ、サードなんだけどさ、はい、トンネルしたんだよ、はい、で明治負けて神宮でですね、神宮で明治負けて法政が優勝しちゃったんですよ。あらららら、そしたらもう監督がさ、まあ今言うけど荒竹って言うんだけど、荒竹お前が悪いんじゃない、祖先が悪い、先祖が悪いんだよって怒っちゃってさ、あれだけが東大の就職決まったのに、先祖が悪いから九州に帰れって九州に帰されちゃった。かわいそうに。何やってんのかな今頃、あれだけさ、ほんとすか、ほんとびっくりして、先祖が悪いって東京なんか行っちゃダメだ、九州に帰れって、その人九州の宮崎かなんかしたんだ。宮崎に帰されちゃった。そのまま、そのまま。すごい人。命がけだよ、だからゴロなんて来んのなんて。先祖が悪いなんて言われちゃうから。じゃあ、ヤクルト時代もそういう思いで守ってたんですね。いや、飛んでこいなんて思ったこともないね。まあ、でも飛んでくると覚悟を決めるけどね。あ、来たと思って、来た瞬間に覚悟を決めるけど、できれば来んなって思うよね。だってチャンスもそうだもんね。チャンスも自分がすごく調子良くていい時はいいけど、チャンスってこれ打てそうもないなって日あるじゃない。バンですね。あるよな。いやー、ちょっとまずいんじゃないのーと思いながら、ネクストバッターサークルにいる時ない？あ、まあ、そう、4番の心境って知らないですからね、プロでの。うん、4番はやっぱり打たなきゃいけないだとか、威風堂々とじゃないですか。うん、僕ら8番なんで、うん、まあ、ホームラン狙って追い込まれても三振でいいみたいなとこあったから、うん、まあ、そうですね。でキャッチャー逃げ場があるんですよ、うん、
あの守りゃキャンプすりゃいいぐらいのとこあったし、それ金本に同じ質問したことあるの。あ、金本がもう不動の4番で阪神時代にちょうどバッティングコーチしてる頃に、はい、金みたいにそんなもうその今みたいに質問したの、堂々とチャンスいつでも来いみたいな、そういう気持ちでいたらもっと俺も変わったんだけどな、現実でもっと変わったと思うんだって言ったら、広沢さん僕も緊張しますと、触れる時もありますからって、そうって言ったら、あ、そうなんだと思って、それを知ってたら時代がこう前後しちゃうけど、金本でもそう、ね、そうなんだったら、そういうことを知ってたら俺もうちょっと違う人生、野球人生だったかなと思って。だってね、俺がやってた2007年8年なんて打ってくれっていう時必ず打ってたよ、金本は。打ってた。で、金本が打てなくなると2008年、まあ、あのジャイアンツに追い越された時だけど、はい、あの10ゲームかなんか、はい、やっぱり止まるとチームも止まっちゃってた。でも金本のチームだったんだけどさ、でもほとんど打ってた。彼が、あの俺がここあってくれなっていう時、その選手でさえそうだからさ、まあ、それ知ってたらね、そういう話をしてあげるんだけど、高校生には。広沢さん、打つの自信満々に見えてましたけどね。全然ですよ。いつもビビってましたよ。調子悪い時ですか。いや、調子いい時もね、やっぱりここぞっていう時には、だからよくタイガー・ウッズがこうガーってやるじゃない、はい、あのガッツポーズみたいな、はい、ガーって、あれはプレッシャーからの解放なんだって。あ、そこまで緊張してたからガーってなるわけで、ね、はい、だからよくあのじゃんけんって昔さ、負けたらあのここの飯払いなって言った時のじゃんけんと、普通にさじゃんけんするときって違うじゃない。全然違いますよね。勝ったときわーって、やっぱり少し緊張するんだよね。あ、これはプレッシャーの解放なんだって。あ、なんでこうわーってやる人ほどやっぱりそこまで緊張しちゃってるんです、ね、緊張してるっていうか、あのまあドンとはしてないっていうあの証なんだけど。広沢さんガッツポーズあんましないですもんね。いや、今も見たことないですよね。でも激しかったですね。激しかったですか。でもガッツポーズはしたらもう大学時代からしちゃいかないなってるから。あ、そうなんすか。明治は、明治じゃなくてあの当時の東京六大学。あ、そうすか。今もやってるけど、あんまりこう相手に対して失礼だと。あ、確かに、うん、そうですね。そういうその教育があったんで大学時代が。僕、あ、前広沢さんに言ったかわかんないですけど、神宮のゴルフ練習場行って、うん、ただ神宮球場で明治とどっかやってたんで、立教と明治だったかもやってたんで見に行ったんですよ、うん、もちろん短パンと一緒、あ、大学野球初めて見るわと思って、うん、でネット裏の方行って、まあ、座って一人でポケット見てたら、どっかの OB とかどこの大学忘れたんですけど、大久保貴様なんだその学校だって、うん、しっかりとした学校で野球見に来いとか、ひゃいひゃ、なんでみたいな、俺大学出てないしお金払って。ああ、そういうこと言う人もいるかもしんねえ。ああ、俺もあの髪の毛、あの今はいない、そういう人今はいないんだけど、なんかこうちゃんと髪の毛をちゃんと綺麗にして来いとか OB に怒られたことあった。はあ、明治の試合見に行った時に、って思うけど、はいって先輩だからさ。ああ、ちゃんとそういうちゃんとできないならこの球場に神宮に来んなって。あ、そう、なんかすごいところだという感覚がわかるんですけど、うん、僕は高卒だし、うん、関係ないしな、OB じゃないし、一野球ファンとして見に来て怒られましたよ、うん、あ、すごいな大学野球ってのは感じましたね。今、六大学にはあの前田の息子もいるしね、まあ、清原の息子もいるし、前田の息子もいるし、前田は広島のすか、あの、うん、そうそうそう、あ、バッターのピッチャーやってる慶応で。慶応で、うん、あと結構いるんだけどね、誰かの息子っていうのは。六大学ってでも、うん、なかなか行けるとこじゃないですもんね。やっぱそれこそ選ばれた人ですよ ね、まあ、ね、今はなかなかな、こっちが良ければいいけどね。あ、まああの昔はあの大学に入ればその野球部に自動的に入れたのね。はあ、今ちょっと人数制限してるね、日本大学も。慶応なんかも去年でいうと170人を超えちゃったので。野球部員がですか。部員が。でもそんなにいるんですか。今の子辞めないから。辞める必要ないもんな。明治も140人を超えちゃったかな。ないですもんね。ないから。俺の頃はどんどんこうね、自然淘汰されていって、別に小さいところこうピラミッド式になるわけだよね。ところが今はさ、もうこういう感じだ。全部そのまま全員
4年生になっちゃうんで。ないですもんね。ないから。明治104、慶応が100。パワハラとかもないんでしょうね、だ言葉の暴力も。いや、だってどっちがあの3年生で、どっちが4年生、ああ、分かんない。どっちが下級生か分かんない。広沢さんがグラウンド行く時もあるんですか。今俺あの明治の技術指導員なんで。何でもやってる。じゃあということは資格回復もやって行ってんですか。ああ、もう随分、それは随分前に。ああ、それで行って見てたら、うん、そんなその広沢さんの時代と天と地ですか。もう天と地、誰が1年生で誰が4年生か誰も分かんない。喋り方同期も、うん、なんとやりましょうよみたいな、うん、なんかちょっかいなんか体まあまあこじらり合いみたいなやってるわけで、って1年生と4年生がやってたりね。えってどっちが分かんない、全然分からない。でも明治なんか特にあの4年生が何かしなくちゃいけない、4年生が積極的にその網を運んだりやってるんで、はあ、よく分かんない。それは途中で変わったんですか。その広沢さんの代はそんなことありえないですね。私たちの代はやっぱり積極、もうトイレ掃除はあれだね、4年生がっていうのがあって、ああかっこいいですね。だそこはそれはあの島岡音体 の, あの教育だね、はあ、で便器がたまに当時はさ和式しかないわけだ、ブレーってね汚くなりますね、うん、とさ、でそれを監督が見ちゃうとさ、もう全集合でもう監督がもう素手でさ、たわしでさ、こうやって洗うんだよ、こうやって洗うんだよって洗うわけだよ、こうやって監督が自ら洗うわけだよ。だからもう綺麗にしてないと。だけどやっぱり悪い4年生はやったふりして、あの下級生やらせるやつもいるわけだよ。出てくるんでしょうね。出てくるわけで、今日は監督が見回りに来るとなれば自分が手伝いになるけど、今日は監督がいないとかさ、監督がなんかもうグラウンドに、まあ、いちゃって向こう行っちゃってとかっていうと、来ないの分かると、おいお前とかやって言われる4年生がいるわけだよ。そうするとやるわけだよ、こうやって代わりに、あちゃんと洗ったのかって、はい洗いました、舐めるぐらい洗ったのかって、はいって舐めてみろって言われちゃう。こういうやつもいるわけだよ、悪いやつは。すごいですね、うん、すごいやつ。そういう人は人間として生きていけてるんですかね、社会。分からない、まあ、最後まで残れないから、結局そういう人はね。そうですよね、うん、で付き合いもなくなっちゃうもんね、卒業すればもう、うんうん、もういいおめなんかって話ですもんね、うん、もうそういう時は仇取るよ。そういう時はその人のさ、あの歯ブラシを持ってってトイレ掃除してやって、でちゃっちゃって言って、先輩がかかってるあのなんだコップのとこポンと置いといて、次の朝、バカだ、歯磨いてるよとか。さすが、叩き取りましたね。叩き取る。もうさ、だから絶対歯ブラシなんかは、そこら中に置かない。絶対置けないよ、気楽に。歯ブラシですね。だって他どこだったんかな、他の大学なんか、夜、夏になると夜間にお茶、冷たいお茶かなんか入れてるじゃん。あの、そうやってやって、こう持っていくなっていう話も聞いたことある、やっぱり。なんか抱き取りたいって。そういうことしたことない。あ、高校じゃない。いやー、ないですね。ない。ない。僕はできなかったですね。そもそも水戸小ってこういうのあれなんだ。あー、大概ありましたよ。あー、やっぱり高校あれよな、高校ね。あー、かったです。だからなんか。うん、なんていうんですかね、人間じゃないですよね、僕らは。人間扱いされてないですもんね。もう絞りだとか集合とかも、絞りっていうのはもう走らされる、うーん、集合は閣議場で、うん、容量いいやつは石とか石捨て場からポッケ入れていくけど、容量悪い俺らなんか行って、おポケットから石出せなんて言われる。石どのぐらい拾ったんだ、一個も拾ってないわけだから。あ、石拾いでグラウンド出て、最初から石入れとくの。うまいやつは石捨て場から持ってきて入れてるんですよ、収録かかった時に。そういうのはできなかったっつって。でも俺らの夏、高校の時は水飲めなかったんで、うん、もうそこから中に水隠してたけどね。ああ、僕はそれやってました。ファールで行ったところの、うん、あの畑のところに、ゲータレードのストローだけ頭出してとか、仕込みはしてましたね。あとゲータレードなんだ。ゲタレードのこう容器はあったんですよ。俺はあのコカ・コーラのこうキュッてやってるやつ、ああ、あれの上にあのなんだストロー入れて。さすがですね。だってゲータレードの容器なんか俺らまだもうなかったんですね。まだ僕らあったんですよ。そう、4つ違いでも。であとこう水替え、うん、先輩らのカルピスなんですよ。へえ、水晶は僕らの時代は、うん、だからもう水替え行くのが喧嘩ですよね、うん、みんな水替えの時にゲロが出るほど飲みますから、その、あら、ゲロが出るほど、
あと水まきの時に穴ちょっと刺してあげて水まいてる人ちょーって口になる。だからさ、今もう現役を終わって水ってこんなにうまいよなってないよね。ないですよね。ない。よく生きてましたよね。生きてたけど、ほらあの夕立の時にあのアメバみたいな、アメンバみたいな、なんだっけ、いるよね、アメンボ、アメンボ、あれこうポーンってよけて水たまに飲んだりな。あ、でもあれ水うまかったもんね。うまいですよね。どこで飲んだってですね、あの、まあ、そのボウフラみたいなのには飲めないですけどね、食ったばっかりですね。あ、よく考えればさ、よ、もう人殺しだよな、それは。あれは人殺し。でもよく生きてたよな。あ、だから強いですよね、僕ら。あ、そう考えたら、うん、僕は一回やめちゃったんですけどね。喧嘩して先輩らと、やめたら、やめちゃうかな、ろうなんつって、うん、もう一回で、まあ、部長がいい人で、やめたつもりでいたら、母ちゃんに学校が出ましたんですよ。母ちゃんここやめていいかっつったら、誰も言ってくれ、頼んでめ、母子買って、あの義務教育が終わってんだなんて、ガチャッと切られちゃった。1ヶ月半ぐらいプラプラしてたんですけど、部長がいい人で、帰ってこはなんて言われて、うん、やっこともなくなっちゃって、もう帰りましたけどね、学校。まあ、よく生きてた。はい、よく生きてましたよね、うん。デーブは、ところデーブは、来季はコーチなんでしょ。コーチです、バッティングコーチです。一人、あと亀井とやんですよ。おー、だからまあそうさ、だ広沢さんは伝統球団で一回やってるじゃないですか、阪神で。やっぱそれだけ大変じゃないですか、うん、大変だよ、バッティングコーチは特に大変ね、うん、金じゃないじゃないですか、もう、うん、3億もらったって大変じゃないですか、うん、1000万だって大変だしって、金じゃないじゃないですか、うん、だから阪神のあのキャンプ行ってもちょっと厳かですよね、その空気は。なんかこう、まあそうだね、ヤクルトちょっと家族的じゃないですか。あ、キャンプ行ってもな、そうだったんですね。あ、まあ、大変だと思う。それどう、広沢さん感じなかったですか、阪神の時。ちょっと違う、ヤクルト。いや、もう俺は行った時は44の年か、44の年なので。だけど何しろキャンプの時はもう朝10時から本体が始まると8時ぐらいからもうバッて早出で打たすでしょ。あ、そうですね。で本体が10時から始まって、それ午前中ノックやトーナメントやって、午後からバッティングして、3時ぐらいに全体練習が終わると、またここから徳田だとかさ、ね、若手が打って、帰るのが5時過ぎ す、ね、でもう6時からご飯でもうどれだけになって、もう7時半ぐらいからまた夜間練習始まる。やってたんですか、その時は。やってた、夜間練習ね。チビコーチなんて、俺まあチビコーチの人デスってるわけじゃないけどさ、打ったら終わりなんだよな、こうやってこうずーっともうずーっとチビバッティングコーチなんて一日中じゃない。確かに党内の時じゃあ動けるかって動けないですしね、うん、見てるだけですもんね。でキャンプでも大変だし、今度あのまあ本戦ペナントレース始まるとさ、もう12時前ぐらいに来てピッチャーのね、レビュー見て、ね、で若手は1時か2時ぐらいにはやって、うん、ベテランが3時ぐらいから来て、4時になってホームゲーム終わったら今度すぐ休みっていうのやって、うん、はって落ち着いたら6時から試合して、で9時半から終わって、明日のなんか先発ピッチャーの予想、まあ当時はあの予告先発なかったのね、うん、ビデオを見てで帰って、この繰り返しで行って負けるとバッティングのせいにされちゃうわけだな。俺こんなことやってらんないと思った。あの本当ですよね。やってらんないと思った。俺こんな時間あるならもう好きなゴルフだとか旅行とかさ、趣味釣りとかしてと思ったもん。俺じゃあ何のために41歳までやったんだけど、何のために41歳まで野球やったんだろうと思った。俺はこんなことをするために老後、その時まだ44だと老後だと思っちゃったんだけど、まだ若い、今まだ思うと44なんて若いんだけど、その時はもう ね、もう引退してますから ね、もう年寄りみたいに持ってるわけで、はい、俺このあとこれを何年続けるんだと思って俺にはやりたいこと、ね、残された人生を楽しむっていうことは残されてないのかなと思っちゃって。星野監督ですもんね。監督は岡田さんだった。岡田さんだったんですか、うん、岡田さんってなんか野球が大好きなんですってね。
なんかずっと食事の時も野球の話をされるって聞いたんですけど、それ噂ですか？いや、遠征に行くと、まあ、夕食って何時ぐらいだっけ？ 10 時か11時ぐらい。ゲーム終わりですか？うん、ゲーム終わって。まあ、9時までゲーム終わったら、まあ、10時半ぐらいとか10時でしょうね。そっからね、1時、2時ぐらいまで話すかな。宴会場で。宴会場で。1時は話すと思うよ。毎日ですか？毎日ですかって。毎日。毎日ですよ。試合後、うん、まあそれもまあ野球の話もすれば昔話もすればね、いろんな話してるよ。だから俺みたいに酒飲む人はいいけど、はい、酒飲まない人は大変だな。すぐ食べ終わっちゃうもんね。食べ終わっちゃうもんね。酒飲んでる人はいいけどね。まあでも、まあ、あの2年間はいい思い出だな。やってる時大変だったですよね。大変だよ。負ければね、だいたいバッティングのせいって言われるから ね、はい、そうですよね。だって JF 圏がいたしさ、あピッチャーの井川がいて下柳がいてさ、あまあ10勝以上のピッチャーがさ、井川なんか年間200イニング投げちゃうんだから、はで長継ぎに、江草渡辺誰かが5回6回ぐらい投げてさ、789にさ JF 系だからさ、もう点取れば勝ちなんだよ。そう2点取れば2、3点取ったらもうね御の字なんだけどさ、なかなかだったね。あ必ず言われるのはバッティングだったよね。でしたよね。広沢さんはどんなあれだったんですか、そのバッティングコーチだった、まあ、監督のやりたい野球がやるのが僕らですけど、岡田さんはどういう野球をやりたかったんですか。バッティング攻撃はどういうふうにしたいとかなかったんですか。それはあんまり言われたことないな。へ何しろ点数を取れば勝てるチームだったんで、固定メンバーはいたけども固定じゃないところはいろいろ変わってたかな。あ広沢さんは選手にどういうバッティング。俺はまだ44、まあ、5だったんでスキルはそんななかったなと思ってね。へちょっと遠慮したな。あそうですか。もう一人バッティングコーチもいたし、岡田さんのバッティングコーチあの理論ともう一人吉武さんとしてあ春樹さん、うん、西武の向きました、うん、2人とも年上 で俺のバッティングあの理論が勝ち合った時に違った時に、なんかこう譲らざるを得ないわけじゃない。もうそれはそうですね。まあなんかね、うん、雰囲気が。雰囲気がね。雰囲気っていう、もうそうなるわね。吉武さんがバッティング補佐なんだけども、でもチームのヘッドコーチなんだよ。あ、難しい立場ですね、それ。難しいんだよ。俺の、だからバッティング部門ではバッティングコーチ補佐なんだけども、全体のバッ、あの、いや、コーチングスタッフだとヘッドコーチ格なんだよ。難しいだろ？これってだから吉武さん故障やっつったらノーっては言えないわけだ。それはそうそう、ヘッドですからね。ヘッド補佐だけどヘッドなんだよ。分かんないなそれ。難しいですね。難しい。で あいつはもう例えば打てない選手がいると、あいつはこれがこうなってから打てないんだよなって、もう違うとこに原因があっても、まずそこを言わな、それはあんまり関係ないんだけどなと思ってると思う。広沢さんの中ではですね、うん、でもそう思っちゃってるっていうことはさ、そうするとさ、俺はあのまだそのスキルだとか経験がなかったんで黙ってるってしかなかったよ、ね、まあそこはね、うん、しかもその年も年とか、まあ立場が上っていうのもありますもんね、うん、その補佐って、そうそう、だいたいそうコーチ関係であいつはこうなってるってなると、うん、その練習時間の時にヘッドコーチか監督が行ってこうなってるってガーッと指導してるじゃない、はい、多分打てねえだろうなと思ったらやっぱり打てないんだ。そうだから、ね、監督とかヘッドコーチっていうのは技術のところに顔出しちゃダメだね。それはありますよね。その戦略ですかね、もう、うん、僕も思うのは監督のやりたい野球をヘッドが補佐する、うん、で監督以上にこう先見の目がなきゃダメ、こう展開読める人、うん、で我々にこうバッティング例えば代打こうしてもらえないかとか、うん、こう用意しててもらえないかとか、うんうんうん、で監督こういうの用意してますよってやってくれる、うん、技術を教えられてもまた面倒くさい話にはなりますよね。なる。3人いちゃうとバッターが、うん、そうそうそう、で的外れなんだもん大体がね。うん、まあ確か専門職じゃないですもんね。専門職じゃないかね。あの例えばさ、俺あの今あの最近ハマってるのがあの戦国時代のさ、はい、いろんなその武将にハマってるんだけどさ、例えば武田信玄なんていう人はさ、風林火山なんて言ったわけじゃん、あれはあの孫子の兵法っていうのを勉強してるのね、はい、孫子っていうのはだいたい紀元前500年ぐらいの時の孫子の兵法を勉強してるのね、武田信玄、はい、武田信玄が現れるのが1500年代だから、うん、つまり武田信玄は
本を読むときには漢文もやる、中国語を読めないためだから、それ幼少の時からずっとその戦術や戦略をぐーっと勉強してるわけで、今に例えるとさ、じゃあ戦略や戦術、例えばマネージメント論だったらさ、そのドラッカーだとか、まあ、ちょっと難しいけどマイケル・ポーターだとかって、マネージメント論があるんで、だって監督のこと実はアメリカではマネージャーっていうのが、そうですね、マネージャーなんだよ、マネージャーですもんね。だったらそういう本も、俺は監督やそのヘッドコーチやる人はそのマネージメント論は勉強するべきだと思うんだ、本読んで。なるほど。あの野村さんの亡くなった時に、野村さん の, へあの家に行って、野村さんがこう、まあ、寝てらっしゃる、もう刀がここにあってね、野村さんの部屋を見せてもらったんだけど、もう本だらけだよ。もう経済論からいろんな本がダーって飲んで、監督は、野村さんはそれを読みながら、なんか自分が得たのを僕らに、俺らの方が教えてくれたんですよね。そういう意味では今の、12球団あるけども、ちゃんとマネージメント論読んでんのかって。まあマイケル・ポーターは難しいけど、せめてさ、もっと簡単なさものは、あのマネジメント論はね、読んでほしい、勉強してほしいなと思うね。なるほど、そうですね、あのこれやっぱり行き先が分かんなくなっちゃうの困っちゃうですもんね。そうそう、でいろんな豊富な知識があれば、特にヘッドコーチはいろんな知識があればさ、いろんなアドバイスできるじゃん。そうですね、うん、いいからやれよっての昔からダメですもんね。ダメだね。でもね、いまだに残ってるのは、実は高校野球よりも大学野球よりもプロ野球だよな。ああ、そうですね。プロ野球のがあるよな、いいからやれよって。ああ、そうですね。ぐだぐだ言ってね、やれよもんいいから。ああ、やってみろよって。そうそうそうね。言い方がぐだぐだ言わずにやれってのは平成昭和ぐらいで、いいからやってみなって優しくね。優しく上からで言ってるよな。そうですね、うん。まあそのアメリカがいいと思ってるのは、そういうとこは普通に取り入れていくじゃないですか。そうだよね。うん、だからまあ。原監督なんかは我々に任せてくれるとかたくさんあるんですよ、うん、でだから我々もお伺い立てるっていう、だから あんまりその自由にされてこうユニフォームしか着たことない人は、うん、そこが分かんなくなっちゃってる人も出てきてるのを各球団見てるんですよ。何かっていうと、うん、平気でこう監督を飛び越える発言が、例えばコメント見てても、いや今年の投手陣はこういう風な投手陣にしたい、いやお前ピッチコーチだろ、監督がどうしたいかでしょっていう、だから会話がおかしくなっちゃう時もありますよね、聞いてて。ああ、だからお前もマネジメント論読めばっていう。そうだね。ああ、そうすると、まあせいぜいドラッカーぐらい読んでほしいよ、ね、あの、まあ、原さんの話出たけども、原さんって、原さんと話したことがある、原さんと一緒に野球をやったことがある、原さんと食事したことあるっていう人は、原さんを悪口言う人は一人もいない。いないんですよね。いない。ただし、ああ、関節テレビの画面だとかで、あの原さんを知らない人は原さんをよくあの批判する人が、今悪いも批判する人が多いね。そうですね。なんか知ってるからさ、その原さんのあのおおらか、ね、まあおおらかとね、懐の広さ分かるから。あ、でも反対側に、じゃあその原さんと会ったことない人の原さんを批判する人の立場になって考えると、うん、あ、そういうふうにも見えるんだなってなるわ。あ、なるほど。俺らは知ってるから、知ってますからね。知ってるから、あのすごく親分肌だしさ、ね、気前もいいしさ、懐も広いし。そうなんですよね。もうあのやる一番、まあ、トップに立つ人だよね。そうですね。もうそれはよくわかるんだけども、うん、こっち来るとなるほどっていうのがあるね。へ、でしかも9回で勝ってますからね。9度で日本一3回目。そんなになってんのか。そうか、そんなになってんだ。 すごい監督なんですよね、実績も、うん、でもやっぱジャイアンツってチームなのか、なんでしょうね、その B クラス入っただけで大事件が起きたみたいになるのは。ああ、そうだね、うん、そうか、 B クラスだったんだっけ今回。 B クラスです。ああ、なるほど。あの広沢さんの思うそのリーダーシップ取る人の、うん、その武田信玄とかっていう、誰が一番いいですか今だったら。実はあの戦国武将ってもう裏切ったり、そのなんていうの、この小策な策をする、正々堂々と戦うことなんてほとんどないよね。うん、もう誰だったら戦うときにそっち側の誰かの武将をねぐら、あのなんかいろんなこと言って裏切らさせて、そのこれがあのまあ
関ヶ原の合戦だとかいろいろあるじゃない、うん、何にしろねいろんな欺こうとして正々堂々っていう戦うことはないんだけども、まあ、言った武田信玄っていう人は多分一番戦国時代に戦の強かった人だ、うん、ただね時代がダメだったね。やっぱり信長が若くてやっぱり年取ってるから死んじゃうんだよ。信長こう織田信長ね、はい、よりも随分年上なんで、はい、やっぱり早く死んでしまったね。あ、うん、室町武士が、幕府を開いたのは3つしかないよね、はい、室町と鎌倉室町で江戸しかない、はい、やっぱりね非情を持ってる人方がいいね。鎌倉の、まあ、源の頼朝が、はい、あの幕府を最初に作るんだけども自分の弟を殺すわけじゃん。そうなんですか。義経を。恐ろしいですね。あの平泉の方であのやる自分で殺すわけじゃないけども殺害を命令してで真ん中の足利尊氏という人がやっぱりいい人すぎちゃって、はい、これは室町時代は戦国のやる不安定なようなんだ。あで徳川家康は実は非常の人で、あの安定させるためにはそのいい位置でこう安定させるためにはトップっていうのは非情を持ってないとダメだ、うん、なるほどですね。非情をね、あの星野さんが2002年の時に初めて、まあ、阪神の監督来たわけ、はい、あんてコーチじゃなかったですか。いや俺ってます現役選手、まだ現役だったんでしたっけ。2002年で最初はさガーッてやるもんだからさガーッて上がってトップ行ってたんだけど、まあ、ある試合をきっかけにダダ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 っていって結局最後4位で終わるんだけど、もう最後の頃はさ何やっても動かずでチームが、まあ東京あなんだった甲子園にさ、まあ、学校の教室ぐらいの大きさのさミーティングルームみたいなのがあるわけだ。そこに全員呼んで俺は情ある、確かに情あるぞと、非情も持ってるんだっつって覚悟しとけっつって、もう秋だよ、秋のシーズン終わるくらいもう非常っていうのはトレードもあるってことだよ。そういうことですね。シャーって出てった、すごい人だなと思ってすごいですこれはでも両方持ってなくちゃいけないんだろうね。そうですね、うん、まあ、僕はあの星野さんが監督でバッティングコーチの時ノーヒットのやられた時は後ろからもう一突きで差してくださいと思ったんですもんね後ろ向かないんで後ろから差してくださいって楽天時代、はい、ああそうか、あ星野さんともやってるんだな。やってんですよ。ああもうその時は優しかった。優しいわけはないですよね、そのグラウンドとかでは。からかキュンって変わるだろ。あもうあのもうゲーム入った瞬間からさ、その甲子園のその裏のスイングするところに、はい、テレビあるんだよ、はい、テレビで6時から試合じゃない、はい、そうするとさずっと相撲見てんので2人でこう見てんだ俺と。あ監督どうですか。監督あの土地安は昔の土地安は明治なんだよ、はい、ああ応援しててわあってゲーム始まってんのですか。ゲームじゃだから6時開始。あ6時から開始だから、うん、ギリギリ6時まで相撲取ってますもん。だから6時50分ぐらい、だいたい土地安は6時50分ぐらい。ああ大関とかね、あなたですもん、関脇だの。うん、俺わけだ。そしたらくるって帰って階段ダダダダ上がって、だから10分前だよ。10分前にまだ選手が5分前に選手出ていくから、はい、その10分前にグググって上がってパッて座った途端にスイッチがターンって変わる。変わりますよね。何ですかねあれ。すっごい変わる。俺最初演技かなと思って。あ演技じゃないですもんね。演技じゃないんだよ。あの2002年最初 あの開幕はドーム球場で、はい、井川が関東勝利したんだけどさ、はい、もう9回ぐらいの時にはもうこんなフラフラでもうテンパっちゃって、うん、でそれはもうカメラがあるところから毅然としてんだけどさ、終わってその東京ドームの三塁側の後ろだとターン倒れちゃったんだ。監督ですか。監督倒れちゃった、興奮しすぎて。あの2002年の開幕戦。へー、阪神っていう球団まずかったのが大きかったんですかね。じゃあそうだよね。あのでもあの時監督がこう一生懸命育てた選手っていうのがさ、まあ、矢野も一人前にしたら、まあ一人前したけど、まあいろんなことで星野さんの影響もあっただろうし、はい、赤星だってさ、金本だって、うん、
今だってさ、もうあの時のメンバーはすごいメンバーだった。そうですね、すごいメンバーだった、うん、あのヤクルトももちろんセ・リーグで人気球団じゃないですか、うん、でもその当時じゃあ伝統球団って巨人か阪神じゃないですか、うん、何が違うんですかその阪神のその伝統球団っていうのは広沢さんが見て。あ、それはね、ジャイアンツから見れば伝統じゃないじゃない阪神戦って伝統って言ってんの阪神だけで、まあまあそうだよね、冷静にね解説者として見ればまだしかも日本一1回しかなってない球団なんですよね。そうそうそう、優勝5回しかしてないし、ヤクルトは多分リーグ賞1970年あの設立されたけどもう優勝9回がしてるんですね。でリーグ優勝6回ぐらいしてるんじゃないですか、ね、6回か、この間7回目で送ってたんです。そうですね、タイガースって5回の優勝1回だからな。でも伝統の一戦って持ち上げるのはその大阪の地域とマスコミだけだと。だけどだからこっち側に阪神側に行った時にびっくりした、これ大変だなんだなって、あのジャイアンツとやるときは。あ、そうっすか。ジャイアンツとやるときは大変だよ。へー、もう負けたら一生やれるからね、あのそんなところでミスしたら。はー、ジャイアンツで活躍すると大体1年間ずっとお前あんて食ったなって言われるし。あ、そうですか。もうタイガースから見るジャイアンツ戦はすごいね。はー、うん、あのヤクルトから見てそのジャイアンツも5年間いたけど、ジャイアンツから見る阪神とは全く景色が違う。全く違うよ。俺らがあの大学時代のアジアとか駒沢とやるようなもんだよな。はあ、あそこまではひどくないけども、すっごいあの、あ、明日から巨人戦だってすっごく、もう前の日からもう新聞やあのマスコミはバーッ盛り上がるしね。今はどうなんだろうな。広沢さんはやっぱ甲子園の近所に住んでたんですか。俺ね、大阪にいた。大阪、あ、向こう側、だいたい向こう側渡っちゃった選手って俺ぐらいしかいなくて、あ、みんなあの兵庫県に住んでる。あ、あの芦屋とかあの辺、そう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 、ですよね、うん、やっぱちょっと離れたかったんですか。いや、まさお住んで初めて大阪市に住んでんの俺しかいないって初めて知って。俺もっと住んでると思ったんだよ。そんな情報知らないから。ほら、ジャイアンツに行ったらさ、みんなジャイアンツのほら、あのなん台東区に住んでんのかなと思ってもさ、あの川崎じゃん、川崎の横浜とか、そうですね、あっちにいるでしょ、あれと一緒じゃないのかな。俺びっくりした、みんな芦屋だとか西宮とかにいるから、ね、神戸とか、はい、で気がついたら俺だけだったっていうね。あのヤクルトの時に東京で、まあ、食事するだとか、うん、ヤクルトの選手としてのその周りの見る目というかね、うん、声掛けとかと、阪神の選手として大阪に関西にいるっていうのは どうなんですか。関西って、関西はね、大変、これ大変でしょうね。大変だよ。そうっすね、1回行くと3回行ったって言われるし、3回行くと毎日来てるって言われるしな。気楽に声をかけてくるしさ。そうっすね。ジャイアンツに負けた次の日さ、南とか新地なんか歩いてたら、ターンってお前しかしろって言われるしね。もう喧嘩になっちゃうよ、あの選手時代は。うぜっつって、やってるわっつって。喧嘩になっちゃうよ。そうっすね。タイガースの選手だから、繁華街やる。まあ、神戸の方の繁華街はわかんないけど、南とか北の方にあんまり出ないんでしょ。出ない。井川が、ポスティングだ、ポスティングだなんて騒いだ時に、大洗のうちの実家で無双山だの、うん、雅山とか、うん、毎年暮れに集まんですよ。伊賀も来るんですよ、家が近所だったから、うん、大洗なんですよ、うん、で無双山あたりがまだ大関の頃かな、うん、そしたら兄貴って、俺あの茨城の後輩としてはあんなポスティングってわがままなんですよねって、まあ、わがままっちゃわがままだなって、うん、一言兄貴から言ってやってくださいよって、うん、茨城の我々としてはどうも納得がいかないんですって、うん、で伊賀も平気で遅れてきるんですよあれ、うん、で座ると、何度目ポスティング打っちゃって、いや小さい頃から有名でした、お前メジャーなんかはお笑いで見たことあんねんおめえって、ちっちゃい頃からなんて。いいけど、なんで正直言ってみろって言ったら、はい、大阪に休めませんって、で関西僕苦手ですって言った時にポスティングしようって、みんな満場一致になるぐらい、やっぱり別世界ですよね、我々とこに茨城の田舎の子からしたら、うん、いや井川はね、あの自己表現が下手なんでしょうけども、いい子だよ、いい子ですよね、あれ
井川がポスティングして、そうするとポスティングだと球団にお金入るんだよね。ああ、多分入るのね。まあいくらかちょっと忘れちゃったけど、もう昔の話で井川が言ってる多分30億。そうですよね。松坂で100億だか200億だかなんて大騒ぎしたんですかね。いや球団に入るお金。あ、球団に入るお金ですよ。ああ松坂の時はもう天井、青天井ぐらいあったんですから。そう、あ、そんで球場まで直しちゃったんですからね。そうでしょ。井川が行った時は甲子園の室内ってもうちっちゃかったですよね。そう、あの昔ブルペンだったら昔プールだったとこさ、あんなしかなかったの。そうですね。ところが井川のさ、あのポスティングしたお金でさ、すごい練習場できた。今あれ、あれ井川の、あれ井川のおかげですか、ね、あれ井川ハウスって言われてる、ね、井川ハウス。あ、そうすか。だからさ、井川があのメジャーでちょっと帰ってきた時にタイガースが取んなくちゃダメだよね、井川があれだけ貢献したのに。そうでしょうね。オリックス行ったっすもんね、うん、タイガース冷たいよな、そういうとこは。冷たい。あの今のその室内練習場は井川なの。綺麗な室内ですもんね。あれ綺麗、ダイヤモンドも入るしさ。あ、確かに。あれ井川が建てたのに。そうそう、僕編成の時に阪神が担当だったんですよ。その、うん、トライアウト、トライアウトじゃない、うん、最後トライアウトですか、うん、あれあそこで試合やったっすもんね。ピッチャーとバッター、そのぐらいのでかい室内ですもんね。井川ハウス、井川ハウスですか。井川、まあ、井川ハウスね。まあまあ茨城で映画言うと言いないし、井川っていうからね。井川ハウス。たまに会うんだよね、大阪でね。そう、あれ関西人ですよね、あれ。うん、関西にいる。大体。この間サンテレビで一緒にやったな、あの解説。あ、だいぶ喋れるようになってきた。あ、そうですか。すごい喋るようになってきた。あれももうだって銭は持ってんでしょ、多分。銭は邪魔にならないからな、持ってても、ね。確かに。あれがお金邪魔だって人いないからな、って。うちの町うちで何百メートルしか離れないところにうち建てたから、今でも母ちゃんいますもん。井川にはうちだって、おめえいつ建てんだって言うか、母ちゃん、ベジャーだっぺよ。あ、そう、井川、建てたんだ、俺に。実家に。実家に。俺がもう、ね、もう築50年の家ですから。でも今、茨城さ、地震多くない？多いですよ。あの南の方から。そうそう、上の全部で、多いですよ。ね、大丈夫だ。でもみんな慣れちゃってますよ、震度5ぐらいは。怖がってもないですから、揺れてても。ああ、これが怖いんだよね、慣れちゃうのが、ね、慣れがね。でも大概関東で地震あるとパッて見るとさ、震源地茨城の近くなんだよな。多いですよ、ね、多いですよ。福島、茨城ね、大変だね。千葉って意外にないですもんね。茨城多いですよね、うん、南の方と上の方とね。そうですね、大変だなと思って。あの広沢さんは、うん、あれですか、その野球のピッチャーの話聞きたいんですけど、うん、一番いいピッチャーだと思ったら誰なんですか、対戦して。大体もう、解説者20年ぐらいやってるとさ、はい、そういう質問がいっぱいこう言われるわけで、はい、質問されるわけで、もうずーっと。で、大概答えのは、答え決まってて、多分プロ野球史上ね、一番すごいストレートを投げたのは藤川球児だったの、これ。はぁ。前世紀のね、あの2007年か6年の時のオールスターでさ、うん、パリーグのバッターにストレートしか投げませんって言ったら、みんな小笠原から清原からみんなこうって三振取った、うん、まあプロ野球史上最高のストレートを投げたのはあの藤川球児ですね。そう、あの球種によりますよね、うん、でスライダーは今ヤクルトの伊藤友。あ、すごかったですか。もう立ったことないです。スライダーすごい。でカットボールは川上健志。ああ、すごかったですか。カーブはマット・キーヨ。マット・キーヨ。マット・キーヨ、阪神の。阪神、そう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 。で、シュートは川崎健次郎。はあ。チェンジアップはグライシンガー。ええー。で、フォークは大魔神佐々木ね。はい。で、トータルすると、俺はダルビッシュだと思う。ああ。ダルビッシュね。ええー。まあ、マー君っていう、負けなかったっていうマー君もいいんだろうけども、だけど、パーンって見た、あの先発見た、あの全体像を見たときに、まあいい勝負だけど、ダルビッシュだなって。ダルビッシュですよね。あの、うん、いやね、やっぱ僕らもそう、僕バッティングコーチどっちも大谷も対戦してるんですけど、うんうん、ダルは打てないですよね。打てない。はい、もの完全試合はなくても、ノーヒットノーランやられる前提でいきますもんね。うん、ああ、すごいよな。あいつがちょっと抜いてる7、8、9番で間違ってヒット打って、うんなんとか一年で打つかと思ったら本気になられて三振三振とかですもんね、うんまあ、何やってもすごいもんね。フィールディングもいいですし頭もいいですしね、うん、あの俺たちの時代に強欲銃を制するっていう言葉があってね、強欲銃を制する、はい、まあ柔道なんかやってる。でも
これ続きがあって強欲銃を何だっけ銃を撃つだったっけな強欲銃をなんとかまあいわゆる相手の力でその強いやつをやっつけるよりは、はい、戦いもあるんだけども強欲やっぱり力の方が何やっても重力勝っちゃうってなってそういうことなんですね。大谷翔平のホークランっていうのはもう強力だよね。そう技術じゃないもんね。もうあの昔言ったクルンのホークとかさあもうこれは人間は打てないよね。もう人間は打てない。ゴリラかなんかがなんか握りつぶしてるようなもんですもんね。じゃーってね。ゴリラかどうかわからないけど、大谷のフォークはもう間違っても打てない。大谷とクルンの最高のフォークね。すごい。とんでもないよ。150キロを超えるフォークボールってのは打てないよ。すごい。はあ。強欲銃を立つだ。ああ。そらね、その、例えば、アメリカでよく外国人を、その、日本の野球界がその助っ人でバッターとして呼ぶのは、はい、技術が優れてるわけじゃなくて彼は技術を優れてるんじゃなくてパワーがあるから呼ぶわけじゃない、ね、技術よりもそうですね。やっぱり大谷にはさ、まあ、もちろん技術もあるんだろうけどあのフォークにはもうパワーを感じるよね。すごいそうね。すごい人間じゃ打てないもん。山張ったって打てないですからね。あれだから張っても打てないから人間じゃ打てないんだよね。そうくるんとクルーも150キロ超えるフォークボール何球か見たのね。しかも落ちてたんだよ。もしかあの佐々木は肉眼では見てないんだあれ、うん、まああの佐々木もすごいんだろうねフォーク。佐々木あのロッテの。ああねあれも僕もあれも生で見たことないんですよあいつのこと。見たいよね。見たいですよね。しかもあの、はい、千葉マリンでやったらアゲンストになるからガッパン落ちんじゃないですかあれ。ピッチャーからアゲンストですから。ストレートは。それと投げますって言ったら打てるはずなんだよ。あのまあ打てるってのはあのヒットになるかどうか当たると思うんだけど。なるほど。フォーク投げますっても当たんないと思うんだよ。教えてくれて。フォークですっつってもね、あの佐々木なんつったっけあの彼は。朗希。佐々木朗希のフォークとか大谷のフォークとかね、まあクルンの全盛期のフォークって分かってても打てない。打てないですよね。うん、広沢さんに前聞いたのバッティングの基本なんかおっしゃってたの何でしたっけね。バッティングにはこういうのとこういうのとこういうのとこういうのがあるんだっていう。あ例えばさ、はい、バットない、ね、バットありますよ。バットある、はい、まあ、すいません、うん、あバットあった、はい、すいません。アウトコースを打つときって、はい、バッターってさ、はい、ピッチャーがそっち立ったらこうやって当たるわけじゃん、はい、肩こうやって当たるわけじゃん、はい。でインコースのインハイ、まあ、インコース一番いいところを当てようとしたらバットはこうなってるんだから、はい、こうやって打つわけでしょ。なるほど。つまりインコースの打ち方とアウトコースの打ち方は違うはずだよね、はい、肩を閉じてないと打てないコース球種もあれば、はい、肩をここまで開かないとインパクトの瞬間。なるほど。だよね、はい、それは高めと低めも打ち方が違うわけ、はい、でインハイを打つためにはインコースの打ち方と高めの打ち方がミックスしてないとインハイ打てないわけ、はい、だから高めの打ち方ができないローボールヒッターインコースの低めは打てるけどインコースの高めを打てない人は高めの打ち方ができないわけ。そういうことですね。アウトコースは打てるんだけど低めは打てない人もそうなんだ、うん、アウトコースの打ち方はできるけど低めの打ち方ができない、はい、でなのでアウトローを打つためにはアウトコースの打ち方と低めの打ち方が、まあ打ち方っていうか技術がミックスしてアウトロー、はいはい、じゃあスライダー打つためにはスライダーの打ち方とアウトコースの打ち方と低めの打ち方ができないとアウトローいっぱいのスライダー打てない、はい、こういうバッティング理論だかな。なるほどですね。で1個ずつやっぱ覚えていかなきゃいけないってことですよね、うん、打ち方的に。で理想のインパクトはよく前で打てとかね、はい、引きつけて打てとかって言う人いるんだけどもここウルトラマンの、はい、ピコ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 この前なの。この前で打つのが理想のインパクト。あだからよくね前で打てるとしたら常に詰まっちゃうんだろうね。なるほど。だから前で打とうでこれで合う人もいれば、はい、そんなことしたらスライダーくるくるマッシャーしもいいですし和田ベンチャーなんかここで打ってよかったですよね。そう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 。あのでも理想はこの胸の前へその前っていう人がいるんだけど、はい、へその前だとこう捻転差があるんでアウトローはへその前で打てない。あなるほど。アウトローはへその胸の前で打つというね。あこれは理想のインパクトの
よね、うん、あのなんかテレビ見たらこう現役の時覚えればよかったんだけどやめて気がついたのこう腰が出ちゃってどうのこうのっていう あれはスエってやつだね。あスエ、あまあスライド本当は、正式に言うのはそのピッチャーと反対方向に動くのがスエでピッチャー方向に動くのはスライドっていうらしいんだけども、なるほど、まあ腰があのやるピッチャー方向にあの骨盤がさこういうふうにこういっちゃうのは、はい、あもうアウトコースしか打てなかった。ああなるほど、はい、まあ、そうやって打つスライダー、そうやって打つの大体スライダーとか逃げていく、まあ、変化球落ちるフォークはそうやって拾えるときあるよね。ああなるほど、うん、広沢さんじゃあ今バッティングコーチやったとしたら、うん、そのまあそれができないこうのが多いわけじゃないですか。僕なんかもう基本的にインドしか打てないぐらいだったんですよ、うん、っていうと山を晴らす方なんですか。いやもしデーブが現役時代のデーブだったらアウトコースなら高めの打ち方を教えるよ。ああなるほど、うん、高め打てよってこうやったら打てるよって、あ、変化球打つには俺らがやれるバッティングコーチがやれるのはやる家を建てる設計図だけ。あなるほど、こうやってやればできるから設計図渡してそのそこにこう施工して立てていくのは選手なので。高めはどうやって打つんですか。どうやって打てます。打つの高めはね上から叩いちゃダメ。あこれデブもデブに言いやすいのはゴルフやってるから、はい、分かるんだけど例えばどうここに例えば芯があるとしたら、はい、ここにこうやって構えようが、ま、あのグリップの低い人もいるんだけど、はい、でもここで打つスポーツなので、はい、ここで打つスポーツならばやっぱりなんか問題はあるけどもここで打つスポーツなのであのアウトコあの高めのところは普通に叩けるわけじゃん、はい、なのでよく高め打つときにこうやってやる人はもうほとんど高め打てない。はここで打つスポーツなんですよっていうことを教えるね。まず、まずそれでヘッドを立てなくちゃいけないっていうのね。言いますね。言うでしょ。でもヘッドを立てるっていうのはインパクトの瞬間こうなってることじゃないのね。だってもしこうやって打つならボールなのでこれは打つ努力よりは見逃す努力をした方が合理的。なるほど。でヘッドを立てるっていうのは実はあの構えてトップを取って打つところ切り返しっていうところに切り返しでヘッドが立つとずっと立ちっぱなし。なるほど。切り返しでヘッドが出るとずっと寝っぱなし。なるほどですね。切り返しのところでどんな動きをヘッドがしてますかっていうのが大事だね。なるほど。うん、寝ちゃえば高め打てないというか、うん、あの早くても打てないですもんね。ただねあの鳥谷みたいに、はあ、ここにヘッド来る人がいるのね、はあ、これもここにあるので叩けるので、はあ、これはあのこれリリースって言うんだけど、はあ、これをここにある人はリリースしやすいんで打てないのね、はあ、リリースをせずにこのまま回転してくると打てる、はあまあ、それはその人のトップのバットの形によるようなアドバイスだね。そうです。だから僕バッティングコーチ何で後ろからってとこ角度を僕見てるだけですね。右バットいやこれ寝ちゃってんな どうやって立たすかなとか、うん、これだったら150超えたら打てねえなとかはありますね、うん、寝るこうなる人は絶対にいるんだけどここのこれさえしなければなんとかなるよ。うん、無理やり直さなくてもですね。無理やり鳴らさなくても上から叩かなくてもやっぱりデブがキャッチャーだから分かるようにこうやったらボールなんだもん。そういうことですね。キャッチャーだいたい目ここで取ってもボールっていう人がいるからね。確かにいますもんね、うん、そんな高くないんだよね。そうなんですね、うん、高めって確かに確かにでもバッターとすると高めってここらだよ。ーボール球を、ね、高めってイメージになっちゃうんだよねだよね。なるほど。ここらだもんね。あれ何なんだろうね。やっぱり練習でそこ打っちゃうから高めと思うんじゃないですかね。練習で打っちゃうから、ね、練習打てちゃうっすもんね。練習打っちゃうからね。なんか今聞いただけだとですね、うんうん、じゃあゲームでそこって結果なんか答え出ないですよね、うん、前飛ばないですもん。飛ばない。ピッチャーのこんなとこ打ってたらさまた一番強い球ですもんね、うん、低めに強いの投げれて一軍のこう、まあ、表のローテじゃないですかと思ってて、うんうんうん、大体みんな低めに行けば行こうと球はこう落ちていくからと思ってますよね。でもあの例えば低めにコントロールされるピッチャーがいいピッチャーという定義があるとしたらね、ああ低めにねこう低め低めってなんかアホみたいに言いますよね、言う解説者もいないんだけど低め低めじゃあ低めを打つためにはみんな
ローボールヒッターになればいいわ。そうですね。ローボールヒッター。ローボールヒッターになるためには、もうそっちの方が簡単だもんね。うん、そうですね。実は。うん、でも低めだけでもダメ、高めだけでもダメだっていうのは僕は俺はあのピッチングのピッチャーの理論なので、低めでダメってのはいいんだろうね。そうですね、うん、でしかもバッターもローボールヒッターだとワンバンも振る覚悟はしなきゃいけないですよね、うんうん、そのリスクはしょっちゅうですもんね。低めだけ打っていいなんて言ったら、うん、僕はそうでしたもん。ワンバンするフォークは空振りでいいと思って、ちょっとでも落ちないで浮いてきたらホームランにしようって思ってましたね。だ高め見送れって、あ低め見送れって言われたら僕商売にならなかったです。なるほど、ああどっちかっていうとさ、ラミレスもそうだよね。ああストライクゾーン広いんだけども、はい、あれだけ率を残すわけじゃない。そうですね。だからボール球振っちゃいけないっていうのもダメなんだよね。そうですよね、ダメなんだよ、ね、だってイチローだってストライクゾーン広かったよ。やばいですよね。まあでも中には鳥谷だったとか金本みたいにちゃんとしたストライクゾーン、うん、まあ落合さんみたいな人もいるんだけども、うん、そういう人ばっかりじゃない。いっぱい率を残した人の中には、うん、ストライクゾーンこんな高くても、うん、ちゃんとずっと3割打ち続けた人もいるので。そうですね。でこう言ったようにこういう人たちにボール球を打つなよ、そうするともっと率上がるぞ、大体失敗しちゃう。そうね。失敗しちゃう、うん、広沢さんバッティングコーチやった方がいいですけどね。俺はやりたい。俺もねちょっとゴルフにハマっててね。まあ1年まだハマってんすね。まだ俺はこの2023年そろそろ競技デビューしようかな。素晴らしいですね、うん、ちょっと変わりますかね、ゴルフ感が。競技が、ね、競技出て80打った85打ったっていうあの屈辱で、うん、また大きくなりますから。そう、ね、85ぐらい打っちゃうけどね。それがいいんですよ、恥をかきながら。まずはね、あのクラブの競技ね。そうですね、月齢行って出たこともないしね。ああ、いや出てないんですか。出たこともない。出ましょう。そういうことやったら来年ね、まあ、今22年なんで23年。本拠地は今関東ですか。メンバーコースは大阪も多いかな。あ今関東は太平洋のメンバーなんで、こっちもやれるから。あどっちでもどこでもできるんですよね、うん、じゃあ太陽に関東は持ってるんですか。も持ってる、他でも持ってる、うん、今いくつですか。4になっちゃった。すごいですね。いやいや、どんどん落ちてきた。あ、3下だったんですか。もう下だっただけどもどんどん落ちてきた。あすごい。あそうそう、テレビで見てうまかったっすもん。何ポイントやった時1まで行ったんだけどね、あの他 の, 競あのゴルフ場で。あでもそれでも競技は出てなかったんですね。出てなかった。谷繁なんかもすごいっすよ、3日まで出たり。谷繁前ですよ。あと前田もうあのクラスに年齢もちょっと違うんで、まあ、シニアの方でね。シニアの方でやろうかな。あ、うん、やることもたくさんあって。そうなんですよね、うん、でも例えば55っす。もう最後のやり方、そうそうそう、ご方向だな、ジャイアンツのな最後。いやいや、そんな偉そうなもんじゃないですけど、なんか僕にアドバイスないですか、こうやってこいよみたいな。アドバイスな、やっぱりあのあれだな、技術論、まあ、もちろん、まあ、メンタル、うん、フィジカル、テクニカルってあるじゃない。ああで技術ってなかなかいろんなこと言っても伸びることもないし、うん、じゃあメンタル、じゃあメンタル鍛えるのに滝に打たれたり、なかなかメンタルも向上しないわけじゃない。そうですね。となるとな、フィジカルは非常に40だいたい48日ぐらいで筋肉がこう入れ替わっていくので、そうですね、ウェイトトレーニングをさせたんだよ。そうですね、ウェイトトレーニング、もうこれガンガンやらしたの。そうですね、うん、僕アーリーワークってなんかこう、たまたま日本語英語にして、それが西武の時にかかっちゃったから流行っちゃったみたいですけど、アーリーワークって実はトレーニングなんですよね、メインは。トレーニングコーチが各自のトレーニングをすると、それからバッティングする、守備行くと、何のために筋肉が鍛えたかが、あ俺バッティングだったんだみたいに分かるんだよっていう。そこですもんね。絶対にあのいいこと、悪いことはないので。もちろん怪我がある人はその怪我の予防のためにもやったらいい。そうですよね。でもう一つ言うと栄養学ね、やっぱりあのタンパク質ね、まあアミノ酸でいいんだけどさ、アミノ酸、特に野球選手に足りない、あの鉄分、鉄分を取らしたりね、あの疲れてる時はあのなんだ、クエン酸飲ましたり、まあ野球選手なんでサプリメントはもう買えるわけだから、何しろサプリメントを取って、そうですね、トレーニングしてサプリメント取って、休んでトレーニングしてサプリメント飲んで
休んでみたいなね。そうですね。これを繰り返したら絶対いいと思う。そうですね。で、まあ、先頭立ってあのウェイトトレーニングとサプリメントトレっていうのは、ね、すごく野球界ですごく新しいバッティングコーチになるよね。そうですね、うん、まあ、最近の子でも僕らの時から見ればだいぶやるようにはなってますね、練習ね、うん、はい、もうやらないとやっぱりついていけないだろうし。そういうことですよね。あのサプリメントの取り方をちょっとデブも少し、ね、そうですね、まあ、誰が連れてきてもいい。だから岡本和真なんかまだ若いじゃないですか、正直25ぐらいだったから、うん、だからまだ監督もそう言っておっしゃってるんですけど、まあ、ベテランはもちろん扱いせずに鍛える方にも入れておかなきゃダメだなっていう。特にフィジカルね。そうですよね。あのもう分かるのね、ウェイトやってる人の体とウェイトやってない体が分かっちゃうわけです、ね、だから岡本なんていうバッターは、まあ、技術的な持ってるものがいっぱいあるんだろうから。う、ね、もうトレーニングですよね。トレーニングでね、何しろそれでサプリメント取って、ね、アミノ酸取って、そういうのな、もういいんじゃないの、そういうバッティングコーチ。そうですね、うん、まあ、なんとかそれみんなでやってだって変わると思うよ。そうですね、うん、やっぱジャイアンツは日本一にならないと意味ないですからね。そうだな、うん、あの日本シリーズ負け96年だっけ、うん、なんか日本シリーズなんか出なければよかったなと思う気持ちになっちゃうもんね。そうですね、恥かけに来たんかいみたいな。そう、ペナント勝ったって、うん、なんか台無しって。ペナント勝ってもさ、リング優勝してもなんか優勝旅行って行きたくなくなっちゃうよな。そう、日本一にならないとですね。日本シリーズ負けると不思議なことやったんだこれって。で、みんな縮小するしな。そうですね、球団もね、面白い球団だよね。あ、まあ、グラウンド来てください、ぜひ。ありがとうございます。でもコロナでじゃなかったらね。そうですね、うん、待ってますもん、はい、今日はこの後みんな宴会ですから。そう、宴会なんで、はい、もうすぐなんで、よろしくです。今日はありがとうございました、広沢さん。